地下鉄の階段が全く歩けなくなってきたり、なんか足が痛いな痛いな、もう熱々のお風呂とか入ってごまかしたりして、夜中に熱を測ってみたらもう40度近い熱が出ていたので、もうこれは無理だと思って救急車を呼びました。血液検査の値がもう異常値だったので、そのまま入院ですと言われて、38歳に発症したんですけれども、その時に自分の写真を撮った時のものですね。1時間後にはもう坊主になってました。インフルエンザと副鼻腔炎ダブルパンチみたいな。忘年会なんですけど、これがちょうど正月1月2日にインフルエンザに発症しまして、そのまま年明けから結構大事な仕事とかもあったんですけれども、インフルエンザがずっと終わらず、でそのまま副鼻腔炎でこう頭痛とかもこうひどくて、なかなか出社ができない状態が続きました。今からするとそれってがんと関係あるんですか？関係ありますね。この忘年会の前の12月の前半に健康診断を受けてるんですね。健康診断の結果、この時点では分からなかったんですけど、実はここの段階でもう白血病の疑いがあるようなこう数値が出ていたので、要はもう免疫力が低下していたっていうのは後から分かりました。症状あったってことですね。免疫力が下がっていって、はい、歩行困難ってなかなかなワードですけど、はい、歩行困難になっていっての救急車で運ばれの入院シーノみたいな、これがもうその時に一気に押し寄せた感じ。はい、インフルエンザになったのが1月で、その後またちょっとこう出社をしてたりしたんですけど、この歩行困難になったのが3月になりまして、ちょうどコロナが始まるぐらいのタイミングだったと思うんですけれども、その時に仕事をして、通常歩いて電車とかに乗ってるんですけれども、地下鉄の階段が全く歩けなくなってきたりとか、普段30分で行けるところが1時間半かかって出たりしたんですよね。でなんか足が痛いな痛いなって思いつつ、お風呂とかもう熱々のお風呂とか入ってごまかしたりして、ちょっと仕事穴開けられないとかっていう風にやっていたんですけれども、3連休が始まる前の日に夜中に熱を測ってみたらもう40度近い熱が出ていたので、もうこれは無理だと思って救急車を呼びました。救急車呼んで、それで運ばれて、そして行ったらもう即入院、はい、血液検査の結果を見たら、その足の痛みもそうなんですけど、そもそもその血液検査の値がもう異常値だったので、そのまま入院ですと言われて、翌日にはもうちょっと大きい病院に初めて救急車で高速道路を乗りました。はい、そのまま転院して、もう1日もなんで帰れずに、そのまま入院生活が始まったっていうことですね。やばいなっていうのはもうもちろん救急車呼んでる時点で感じてるわけですよ、はい、ただ帰れるとは思ってました。夜中ですけど帰れるとは思ってました。そんな想像力はなかったですね。全身倦怠感とかもすごい感じ。この時はどちらかというと、その足の痛みっていうのが硬化支炎、太ももに入るウイルスによるものだったんですけれども、そこの痛みがまあ尋常じゃなくて、で歩行困難って言ってもなんとかその歩けてた状態がもう全く歩けない状態だったのと、あとはもう高熱でこううなされる状態で寝れなかったので、今思えばちょっと我慢しすぎてたなとは思います。奥野くんの15歳の時はまず急激に体力を落ちていった。そこから発熱していった。でインフルエンザの検査を4回を受けていくとあるんですけれども、体力落ちるがポジティブな赤色やねんけれども、これは何か意味があるの？一番最初に気づいたのが中学校の時で、持久走ってあるじゃないですか。その時僕ずっとまあまあ結構早い方っちゃ早い方やったんですけど、その時学年でほんまに下から何番目かみたいなぐらいにまで落ちた時期やったんですよ。なんか全然原因が分からず、なんかしんどいなみたいな感じで、でもその中学校3年生の時やったんで、高校行く準備をするっていうか、新しい生活が始まるみたいな感覚で、どちらかというとワクワクしてたじゃないですけど、大丈夫やろうみたいな感じでその時は過ごしてましたね。ただ発熱をしって検査をね4回も受けていって、で体力が落ちて、冬やったんで、まあ、お風呂入るじゃないですか。お風呂ってだいたい42度ぐらいやと思うんですけど、40度とか、その時発熱が42度出てたんですよね。でほう、お風呂追い炊き疲労ありしても、うんうん、全然温まらへんなとか思って、俺おかしいなとか思って、ずっともう水風呂入ってるみたいな感覚でお風呂入ってて、その時期に外に出てもまあそんなに別に寒くもなかった
で、まあ、インフルエンザかなって時期的に検査して全部陰性で、高校行く前やしせっかくやったら見てもらったらっていうので病院大きいとこに精密検査受けてレントゲンとかいろいろ取ったんですけど、多分血液のとこで引っかかったんやろうなみたいな感じやったんで、即大学病院大きいとこで入院みたいな感じになりました。血液の値がちょっと良くないからすぐ入院してくださいっていう感じだったってことね。いや僕は外に出て親が話だけを聞いてみたいな感じで、わけもわからぬまま入院していったって感じか。じゃ あそうですそうです。この写真のインパクトがね大きすぎる。私が白血病の治療がある程度終わった後に、大阪でがん患者さんの専門で撮られてるフォトグラファーの方がいらっしゃったので、治療が終わって、まあ、記念として撮影していただいた。ああいう写真を撮っている時に坊主でもかっこいいやみたいな感じで言ってくださる方が結構いらっしゃったので、普段外とかで歩く時は初めからのつるっとした髪型で歩いてることが多いです。大学卒業と。今大学院ですよね。こっから卒業して院に行ったってこと？そうです。40度の発熱でトイレで倒れると、これは何が起こったんでしょうか？卒業旅行とか行っててすごい遊びまくってたんで、当時は結構疲れが溜まって、まあ、熱が出ちゃったのかなって思ってたんですけど、その熱がなかなか下がらずに1週間ぐらい寝込んで、でふとした時にトイレに行って、トイレが終わってで、こう起き上がった瞬間に、あのユニットバスだったんですけど、そのユニットバスのバスの方にこうお尻からこうスポッてはまり込む形で倒れて、危な。救急隊の方になんでこんなはまってるんですかみたいな感じで言われましたどういう倒れ方したんですかみたいな。救急隊来たんや。あ、来ました来ました。もう母親が一人来てたんですけど、家に。僕60キロぐらいあるんで、もう引っこ抜けないんで、救急隊呼んで多分3人ぐらいかかって、手と足掴んでこうスポンって引っこ抜いてもらって救急車乗るみたいな。ユニットバスのバスの方にやんな。トイレとバスが隣にあったんで、起き上がってトイレフラッとしたらこうバスでフラッとなって、そう気づいたら浴槽にはまってしまっていたみたいな感じの。そこから運ばれていくんですよね。病院で検査、大学病院へ。そのまんま検査受けんの？熱が結局下がったんですけど、病院に搬送されたら下がっても、その白血球の仲間の好中球っていう値が全然上がっていかなくて、普通の人の3分の1ぐらいしかなかったので、はいはい、まあ、それで造血気疾患を疑われて紹介状をいただいて大学病院に行った。大学病院へ行って、でそこでがんの告知を受けていくということやねんけれども、はい、がんの告知受けていった時に白血病ですよって言われた時に、特にネガティブな感情じゃないのよね、あの白い枠なので。はい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 。これどういうこと？私当時は全然まだそういうがんとか造血疾患に関する知識が全くなかったので、白血病って言われた時に深刻度が全く分かんなかったんですよね。だから本当に告知の直後っていうのは、なんか、あ、診断されたぐらいのメンタルでした。どちらでもない感情になってます。これは一人で告知受けたん？家族と一緒に？家族、母親が一人いた。家族の反応とかどうでした？あんまり自分の方にはネガティブな感情とかは見せてなかったけど、僕の視界の外で泣いたりとかされてたそうです。ただ入院の準備がすごい大量にあったので、その準備に結構大忙しい。